おはようございます、セイドラです。本日は12月30日、今年も残すところあと2日となりました。今回の歩き遍路旅は終始天気に恵まれてて気持ちのいいお遍路ができてます。残り2日油断しないように頑張って歩いていきましょう。おはようございます。今日はひたすら歩く1日です。お寺がありません。昨日はホテル玉井に泊まりました。あの辺に宿はいくつもあるんですけど、ホテル玉井って大浴場があるんですよね。なのでいつも秋で泊まるときってホテル玉井になっちゃうんですけど、昨日は特にあの秋市のクーポン券3000円っていうのがもらえるんで、夜それでパーッとやろうと思ったんですが、お店がなかなか混んでて入れなかったり、営業時間がもう終わってたりとかで、結局前回も行ったリスボンに行く羽目になりました。しかも、ほとんど動画も撮り忘れてしまって、かつ Google マップには11時までって書いてあったんですけど、8時に入ったらもう終わりだからお客さんが最後だよみたいなこと言われて、ちょっと慌て気味にね食べるという。カリオン広場です。ここは昭和49年に廃止になった土佐電気鉄道秋線の終着駅、秋駅の跡地なんだそうです。秋しらす食堂が見えてきました。そういえばこのお店ありましたね。前回はあの次来た時に寄りたいななんて思ってたんですが完全に忘れてました。今日は海沿いの自転車道をひたすら歩いていく区間になってるんですが、工事してるのかちょっと自転車道に入れませんでした。一度国道55号線に出て、途中から自転車道の方に入っていきます。ここの道がすごく綺麗なんですよね。車とかも走ってこないのでとっても歩きやすいです。ちょっと振り向くと昨日からずっと歩いてきてるところがよく見えます。そういえば昨日の玉井なんですけど、洗濯がいわゆるコインランドリーみたいな洗濯乾燥の、例の業務用の機械が3機置いてあるんですけど、そのうちの2機が壊れてて1機しか使えなかったんですよ。であそこお遍路さんも止まるし、その1機をねなかなか争奪戦が激しくて結局飯食いに行く時間とかもだいぶ遅れちゃったんですよね。なので昨日ちょっと寝るの遅くなっちゃったんですよ。まあ、遅くなったって言っても10時ぐらいなんですけど、なんで今日はちょっと朝ゆっくりさせてもらって、7時に起きて8時スタートということにしてます。もともとのスケジュールでは鏡駅まで行って、電車で、高知出ようと思ったんですが、もっと行けそうなので野市の駅までは歩こうと思ってます。桂浜まで残り33キロです。だいぶ近づいてきました。休憩所が出てきました。ここの休憩所は景色が素晴らしいんですよね。高知はもともと休憩所も少ないので、なるべく休憩所ごとに休んで体力を取り戻すようにしましょう。とても気持ちのいい自転車道をひたすら歩いていきます。映像で見てると気持ちよさそうに見えるんですが、実はこの時点で気温0度ぐらいでとっても寒いんですよ。ちょっとブルブルしながらね歩いてます。道しるべが畑の中に立ってます。あ、こここの間も見たな。お遍路さんのために植えた実のなる木のお接待木です。どうぞお召し上がりください。ちょっと時期的に、果物はなさそうですね。自転車道が、工事中のようです。迂回しろということなので赤野の休憩所に入って55号線に向かいます。ここの休憩所もゆっくり休むのに最適なんですよね。今日歩くのはこっち、ずっと向こうの方に歩いていきます。素晴らしい景色です。赤野の休憩所から一度国道55号に出てまた自転車道に入れる場所を探します。しばらく行くと、左に入るところがあるのでここからまた自転車道に入りましょう。
この道歩きやすいんでね、大好きな区間の一つです。お遍路さんの休憩所が出てきました。ここ一巡目に通った時には怖くてね、中に入れなかったんですよ。ただまあ一周してまた二周目ということで、交代がついたのか、中に入れました。ただ賑やかな雰囲気なんですけど、やっぱりちょっと怖めですね。まだまだ修行が足りないようです。お人形さんに紛れて記念撮影をしたら足早に去ることにします。テイまであと 6.7 キロです。そして第日寺までは残り 15.5 キロです。頑張って歩きましょう。砂浜に出てきました。一巡目の時はここ砂浜の方を歩いて、なんか撮影した記憶があります。あの時は2人だったんでできましたけどね、今1人だとちょっと恥ずかしいので、自転車道の方を歩いていきます。この辺も気持ちいいですよね。快適に歩いていきます。太平洋が一望できる展望台に到着しました。ここからの景色やっぱり素晴らしいんですよね。以前全然別の動画で、こういうところから見た景色で地球が丸く見えますなんて言ったら、ご視聴者様から、丸く見えねえだろうという指摘いただいたこともあったんですが、気分的なものなのかやっぱり丸く見えるような気がします。花嫁に幸せを届けるブルースター、そのイメージキャラクターのココロちゃんと記念撮影をしたんですが、ちょっとシュールな絵になっちゃいましたね。ここにはお遍路業界ではとても有名な萩森さんの前婚宿があったんですけど、今は撤去されてなくなってるみたいですね。ちょっと寂しい感じがします。ここの砂浜はウミガメの産卵地帯なんだそうです。ちょっと砂浜を見に行ってみましょう。さっきあそこの展望台から見た砂浜と一緒なんですが、ここにウミガメが産卵しに来るんですね。椅子に座ってるおじいさん、私最初お遍路かかしだと思ったんですよね。ごめんなさい、ちょっと途中で動いたんでね、びっくりしちゃいました。崖の上にガラス張りの建物が建ってます。今日はあそこで昼飯を食べようと思います。ここですね、シーハウスさんって言います。一巡目の時もここで、ランチ食べたんですが、とにかく景色が素晴らしい記憶があります。秋のあたりで宿泊してまた歩き続けると、ちょうどこの辺が、昼時になります。とにかく景色のいいお店なので、一度寄ることをお勧めします。一人で、ハイボールで乾杯してから、お遍路のランチとしてはちょっと似つかわしくないおしゃれな料理をいただきます。とっても美味しい料理ありがとうございました。腹ごなしもできたので再び歩き出します。高知まで残り26キロ、大日寺まで残り 11.5 キロです。お遍路休憩所が出てきました。また三谷建設工業さんのですね、金剛長寿のところにもありました。ありがとうございます。三谷建設工業さんの休憩所を過ぎたところにも、またすぐにお遍路の休憩所があります。お水やお茶のお接待の他に綺麗なトイレもありました。ありがとうございます。いよいよ江南市に入ります。高知まではあと少しです。自転車道はところどころトンネルがあるんですが、ちょっと暗いので気をつけて歩きましょう。トンネルを越えて少し行ったところで、定位校の可動橋が見えました。ちょうど運よく今、橋が跳ね上がってるようなので、ちょっと寄り道して見に行ってみましょう。可動橋が跳ね上がる時間をあらかじめ調べてたわけじゃないんですが、偶然運よくこのタイミングで訪れることができました。めったに見ることができないこの光景をインスタ向けに画像とか動画を懸命に撮ってたら、なんとうっかり YouTube の方の動画を撮るのを忘れてました。後でデータ整理してたら気づいたんですけどね。いや、これは痛恨のミスです。実際はこんなような感じですごく迫力があります。この左側の海は、旅チャンネルで高山さんがシーカヤックの体験をしたところですね。道の駅やすに到着しました。ここにはお店がたくさん入ってるので休憩するにはもってこいの場所です。またこの道の駅の向こう側には、ごめん奈半利線のやす駅もあるので、区切り打ちするにも最適な場所です。
さっき寄ったシーハウス、あのレストランですね、あれこう前回も寄ったんですよね。秋から歩いていくとちょうどあの辺りが昼になるんですよ。で2巡目はも前回行かなかったところいろいろ行ってみようと思ってたんですが、もう店がそんなにないっていうのと、あのシーハウスすごい気に入っててね、なんつっても景色すごくないですかあれ。で私も店入った後、12時近づいてきてすごい混み出して、周りがなんと女の子のグループかカップルばっかり、そこにおっちゃんの応援の一人でね、飯食ってて、ちょっとね恥ずかしかったです。まあでもしょうがないよね、私が行った時ほとんど客いなかったあったんですけど、すごく景色いいので皆様もあの辺通ったら寄ってみることをお勧めします。この辺りは右側に見える国道55号線を歩く、歩きお遍路さん多いと思うんですが、堤防沿いにも道があるので、できればこっちを歩きましょう。素晴らしい景色なので気持ちいいです。しばらく歩いたら堤防沿いの道から55号線に降りてきます。ここまっすぐ行くのもありなんですが、遍路道としてはここを斜め右のあの目の前に見える細い道を入っていくんですよね。ここ見逃しやすいところなので注意が必要です。地震、雷、火事、津波、津波の恐怖が身近にある町ならではの標語です。大日寺まで残り 5.7 キロです。そろそろ疲れてきました。エキングラ、土佐出身の幕末の絵師金蔵を紹介する美術館なんだそうです。伊能忠敬井戸観測記念碑、北緯33度33分の場所なんですね。伊能忠敬すごいですよね。ここの電気屋さんは前通った時お遍路人形が何体かいたんですけど、今はいなくなっちゃってます。年末の大掃除で一回避けたんでしょうか。一本松と遍路の腰掛け石の分岐です。腰掛け石はここの交差点の左側にあるポストの下にあるんですけど、前回も今回も気づかずに通り過ぎてしまいました。道の向こう側に何か不思議な看板を発見しました。イエス、イエス、イエス、どういう意味なんでしょうか。向こうの山の上にお城のようなものが見えます。調べてみたら遊園地とかレストランがあったんですが、なんか潰れちゃったみたいですね。すごい目立ちます。前回泊まった高知黒潮ホテルが見えてきました。ここもお遍路さん泊まる人多そうです。今黒潮ホテルを越えたところなんですけど、大日寺まであと3キロぐらいなんだけど、今日ちょっと足の調子が良くなくてね、この辺で今日は終わりにしようと思います。距離にすると今日24キロぐらいしか歩いてないんだけど、なんか歩きすぎたのか、ちょっと足の調子が良くないですね。やろうと思えば行ける気もするけど、無理するとホテル着くの遅れるし、今日夜ね高知が楽しめないじゃないかと、世界の高知だからね、ちょっと早めに戻ろうと思います。今日はすぐそこに野市っていう駅があるので、そこで終わりにしようと思います。ということで今日は野市駅で終了にします。野市駅っていうのが思ったよりも駅前が栄えてて、ドラッグストアもあるし居酒屋さんとか食事できるようなところもあります。電車もまあまあいいタイミングで来そうなので、これでこのまま高知に戻りましょう。知らない駅だと切符の買い方わかんないんでよく戸惑うんですが、この駅は券売機もあるし駅員さんもいるので安心して電車に乗ることができます。野市駅から約30分、爆睡してたらあっという間に高知駅に到着です。
1年半ぶりの高知駅です。いやー懐かしい。武智半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎の、土佐三獅子像にご挨拶したら、一度ホテルに向かいます。高知最大の繁華街帯屋町のど真ん中にある道民院高知に宿泊です。1巡目歩き遍路の動画を見てくれてる、方はご存知だと思うんですが、私道民院が大好きなんですよね。なので今回も高知の道民院は外せないということで、今日と明日の2連泊で予約をお願いしてます。年末年始のお風呂は外湯のみですが、リンゴ湯になるんだそうです。楽しみですね。ランドリーは3階、天然温泉とレストランは2階にあります。それでは部屋に入ってみます。今回のお部屋は604号室のシングルルームです。道民院ってお部屋はあんまり広くないんですよね。というかどっちかというと狭い部類に入ると思います。まあ、ここの売りはクオリティとお風呂、それから食事でしょうか。タオル類はまあ当たり前にあるんですが、あとはきちんとした館内着が用意されてます。これは助かります。あとアメニティですね、歯ブラシだとかそういうものが普通の安いビジネスホテルに比べるとワンランク上のものが用意されています。トイレはもちろんウォシュレットです。ドミーン泊まったことない人は驚くかもしれないんですが、お部屋のお風呂ってシャワーだけなんですよね。これは立派な天然温泉があるからだと思うんですが、温泉入らない方はちょっと狭いかもしれません。できれば朝と晩と両方温泉を堪能してみることをお勧めします。続いてコインランドリーです。道民院のコインランドリーは洗濯機の方は無料なんですよね。しかも洗剤自動投入タイプなのですごく助かります。乾燥機は20分100円です。1人分の乾燥だったら20分あれば十分です。続いて2階にやってきました。2階はお風呂とレストランがあります。お風呂は撮影できませんが、まあ道民院の売りっていうぐらいなのでとても立派な、天然温泉です。レストランもメニューが豊富でとても楽しめるレストランですね。あと道民院っていうとこの無料のアイス、これがね美味しいんですよ。食べないともったいないですね。朝は、乳酸菌飲料、これも無料でいただくことができます。それではお待ちかねの帯屋町に出撃です。なんといっても今回の旅の半分の目的は高知でカツオのたたきを食べることなので、とりあえず広め市場にやってきました。入り口そんな混んでなかったんですけど、中に入ったらとんでもない人混みで、とてもじゃないけど食事できる雰囲気がありません。広め市場、とんでもない混み方でもう全然入れません。椅子がないとかいう次元じゃなくて、中でね行列作って待ってる状態ですね。いや、まさかこんな混んでると思わなかった。マジか、困りましたね。ここなんて言うんだろう、ここも激ゴミです。え、マジで、まさか。高知のコロナは一体どこに行ったんだっていうぐらいの、混み方です。どこの店行っても満席どころか行列作ってます。まさかカツオたたき食えないとかいうオチにならないですよね、これね。マジでちょっとゲーゲーゲー。その後2、3軒回ったんですがダメで、また帯屋町の明神丸にやってきました。ここのお店広いからさすがに入れるかなと思って来たんですが、満席の上に町もいます。この後視聴者様がお店探してくれたりとかいろいろ努力してもらったんですが、いいとこ見つからず、結局居酒屋心得さん、ここがね入れたんで入ったんですよ。カツオのたたき直になってますが、もうそんなこと言ってらんないと思って頼んだらまさかの売り切れで、もう残念ですが、もう酒飲みながら、川エビ食べたり他のものいろいろ食べたりして、結局この日カツオなんと食べられるぞ。いやーショックでした。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。まさかのカツオのたたき食べられずというオチでしたが、もう1日高知あるので、明日はリベンジしようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。